こんにちは。即家塾の久保です。今回はマイク・タイソンの話題ですけども、どうもマイク・タイソンね、不健康説が流れているんですけども、マイク・タイソン自身が喋ったことも込みで、このブログにまとめられております。えっ、ー、と、予防注射を受けたマイク・タイソンはもうすぐ死ぬと思っているというふうに訳されてますね。完全に接種を受けたマイク・タイソン、えー、を接種して打ちのめされ、車椅子で今にも死にそうだと語るということでございます。 えーとマイク・タイソンは予防接種を受けたというが伝説のボクサーはその注射を受ける決断について何か話したがっているように聞こえたのでインタビューしたと俺は進んでやったわけじゃないとタイソンは自身の大麻会社でのインタビューの際に u s d t d a y ーツに語った俺は少し不安なんだ俺は国際的に旅行しているからこれをするためにかなり打ちのめされたんだそして俺が旅行しなければ食いっぱぐれるんだつまり仕事で海外に行ったり来たりするんで まあ予防接種を受けることは仕方なくやってみたんだということなんですよ、えー、こういうふうに続いてますリスクを冒してでも打とうという気になったそして人々は自分自身の選択を持っている俺は病気になったことはないから基礎疾患を持ってないんだとだから本当はいらなかったんだけども必要に迫られて打ったということらしいですねその結果マイク・タイソンはああもうすぐ死ぬんだなというふうなことで今車いす生活です 鏡を見た時に小さなシミがあるとうわこれは俺の寿命が近いってことは本当にもうすぐだと語ったらしいですマイク・タイソン56歳ああ私とそんなに年齢違わないですよね非常に哲学的で内向的な性格になってしまい自分の死について語る前に大金を持ったことのない人が疑うような幸せや安心はお金では得られないということを話しているということらしいですね、えー、マイク・タイソン空港で車椅子を必要とするほど衰弱しているということで 車写真が撮られておりますなるほどねなるほどねあの何ですかね長渕剛さんも「俺コロナにかかったけどどうってことないぜ」って「煽りすぎなんだよ」みたいなことをね記事で書かれてましたけども一体皆さんは何を信じて生きていくんでしょうか強い男マイク・タイソンそしてあの長渕剛さんこの2人の正直な 言葉だと思いますけども、それを歪めて取るのか、その通りで取るのか、それはあなたの気持ち次第です。